時間3時を回りました。今週もやってきました、笑いで滋賀を元気にするプログラム、レディオマックス。今日もこの後7時まで大津パルコにありますサテライトスタジオから公開生放送。お時間ある皆さんはぜひ遊びに来てください。天国小一です。そして今日も4人揃っております。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。また寒いな。寒いですね。でも日差しはええんやけどね。なんか日出た思ったら急になんかこう雲が出てきたりっていうね。なんか雨みたいなのもちょろっと降ったな。そういや、そうですね。俺朝ね、はい、甲賀市の方にちょっと会見で行ってたんですよ、うん、はいはいはい、表敬訪問ね、はい、市長への。もう向こうは、はい、みぞれというか、うん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 、もうちょっとこう雪混じりというか、うん、そんな感じの雨でしたよ。だからっと降っとったね。俺たちいつもほらこのねスタジオがあるから、うん、大津周辺うろうろで終わっちゃうけど、うん、それは長浜もあればってことだから地域によっちゃ全然天気違うもんね、うん、寒いで。そうですね。ね、まあ風邪ひかないように今日は我々が笑いで温度を4度ほどね、4度か下げましょうかさらにそれならいけるさらに冷え込みましょうか。それなら、うん、底冷えの一人一度ずつ下げていこう体の芯から来る、うん、京都より寒いから皆さん今日はあったかいお風呂に浸かりましょうね提供つけますか。もしあれやったら聞く前にね生姜食べといて思ったらね体温まるんで、体温まるんでね、だから。滋賀の生姜の消費率、うん、一気に上がる。うん、今日は。さて、今日2月20日でございますけれども、志村けんさんが、はい、お誕生日。うん、もう志村さんも結構いいお年でしょ？ぐらいなの？何歳なんですかね。もう60いくつじゃないですか？いや、もう60は超えてると思う、余裕で。ね、うん、すごいですよね。年齢でびっくりしたんですけど、うんうん、まあ、水木はちょっと分かんないかもしれないけど、はい、俺たちが小学生の頃とかって「危ないデカ」っていうね、うん、人気ドラマシリーズがあったじゃない、舘ひろしさんと柴田恭平さんのこのダブル主演で一世風靡しましたけど、うん、来年の春かな、うん、頃に最後の映画が公開になるんですよ。完結編、危ないデカの薄やんシリーズ完結編が、ほうほうほう、で今おそらく制作に入ってるんですけど、うん、お二人の年齢がもう60代半ば、うん、へー、あの走りできんの？いやだからそれも心配よ。あの8ミリフィルムのちょっと早く送った感じの最後ジャンプして終わるエンディングの、もう最後ジャンプできんの？あのジャンプ。いやだからもうちょっと本当に。ああそう。うん。それもそうやけど、ほなら浅野敦子さんと木の実奈々さんももういいお年でしょ？どんな感じで出はんやろな。浅野敦子さんはまだなんとかいけそうな気するわ。うん、問題木の実奈々。どんな感じで演技しはんやろ。ほんまの木の実みたいな顔になるんじゃん。怒られんな俺これ。怒られますね、うん、聞いてはった終わった聞いてへん聞いてへん、完全に終わった、聞いてへん。だってもう今全然そういう雰囲気ないけど、中村徹さんもいたわけだからね。うん、そやな、うん、64やって。だから志村けんさんとか同世代ってことだ。舘ひろしさんとか柴田恭平さんも。そうかそうか、そう考えたら志村けんさんちょっとおじいちゃんやな。おじいちゃん？だって加トちゃんの方が俺もう最近ちょっと痩せてもうて、うん、そうやけど、でも志村けんさんも白髪で、うん、やっぱちょっと元々からですおでこも広いし、うん、やっぱちょっとおじいちゃんに見えんな、確かに。うん、だって柴田恭平さんなんてめっちゃ若いやん、はい、若いやん見た目。ああそうか、舘ひろしさんにしても、うん、あーグーンダーン言うてる、あれめっちゃ若いやん。めちゃめちゃロマンスグレーやもんな。うん、まあ、白髪はなんかおしゃれに見えるというか。ああそうやな、感じさせへんもん。年の取り方というか、優しい年の取り方やわな。でもなんか私がちっちゃい頃から知ってる志村けんさんってもう今の状態とあんま変わってないんで、逆になんかすごいなって思います。あそう、あでもそうなんかめっちゃおじ、そのめっちゃ若いってもともとイメージがないから、多分これから年取っていってもその私の頭の中の志村けんもずっと同じみたいな、まあ、おじいちゃんというか今の感じの志村けんなんや、はい、俺らの時やちゃうな、まだそうやな、うん、あもっとコミカルやった、そうそう、抜群の綺麗を見せてたからな、まあ、そう思うと、まあ考えればね、もう30年とかなるわけだから。まあそうですね。うん。さあ、そんな志村けんさん、64歳のお誕生日ということで、うんうん、じゃあ今日はですね、その志村けんさんで、モノマネいきましょうか。うん、はい。あいーん。そうです。私が変なおじさんです。変なおじさん。変なおじさん。
変なおじさんだから変なおじさん。俺の目の前でやるけども。俺の目の前でやるけども。ちょっと志村けんあんま今日ないからもうちょっとやっといて。どうしようかな志村けんな。俺も今日オープニング静かやろ。今考えてんぜ。じゃあ戦国さんにずっとやっときますね。変なおじさん、変なおじさん、僕頼むで。変なおじさんだから。いやもうこの志村地獄はなかなかのもんですよ。変なおじさん、変なおじさん、変なおじさんだから。おお、出た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 。変なおじさんだから変なおじさん、変なおじさん。早くして。もう俺目も合わせられへんや今。どこが志村けんやねんな。はい、ちょっと足りなかったですね。原田さんお願いします。どれが志村けんやねんな、はい、志村けんさ変なおじさんの時の動きそんなんじゃないやん。あ、ちゃいました。ちゃんと動かな。はい、お願いします。ちゃんと見ときや。はい、動きちゃんと見ときや。はい、変なおじさんだから変なおじさん。マイケン体操や。変なおじさんだから変なおじさん。原田くん、え、広島カープのマイケンやそれ。あれ変なおじさんちゃうから。あ、そうなんや。あれはすごい若者やから変なおじさん。めっちゃホリデー。前田健さんや。あややの真似してる前田健さんや。ああ、そうか、お前どんどん潰していくなよ。やろうと思った。いや、一応候補には上がってる。ちょっと頼むわ、志村。ちょっと頼む、志村健やった。ごめんごめん、勘違いしてたわ。頑張って、下健。下健で下健みたいに言うの。いくよ。私ね、もともとお笑いなんですよ実は。そらそうちゃいます、志村けんさんですから。まあだいぶ昔の話になるけどね、うん、TBS で放送されてた銀座ナウというね、うん、素人コメディアン道場でねチャンピオンに輝いてね、うん、そっからねコメディ集団であるね、うん、ザ・ハンダースというねところに入ったんだよね、うんうん、今俳優だけどね、うん、それアパッチケンちゃんそれ。目の前の俺のパソコンでデータ出しながら喋ってる。知らんから。ハンダースなんか知らんやろ。知らん。めちゃめちゃ昔やもんこれ。知らん。銀座ナウなんか聞いたことないわ俺。古すぎて。今でもラジオ聞いたら60代ぐらいでも笑ったはずじゃんな。いたいたみたいな、うん、アパッチ犬なっつって。さくら金蔵さんとアゴイサムさんもメンバーやったん。あ、そう。へぇ、ハンダースってすごいじゃな、そう考えたら。ほんまやな。昔ってだからそういうなんかこうグループ結構多かったんだね、うん、清水明さん、うん、あ、ほんまや、清水明さん、さくら金蔵さん、アゴイサムさん、アパッチ犬さんで鈴木末吉誰。いや誰言うて失礼やけど、アントニオ猪木のモノマネの元祖やってね。へぇ、すごい人やん、うん、井上純のモノマネもできるって、すごいな。あと小林正弘さんっていう人、小林正弘かっこありがとうの小林くんって書いてある。この方がリーダーかっこ、リーダー、すごいグループがあったんだね。へぇ、すごい。今ちらっと名前出ましたけども、うん、猪木さん、アントニオ猪木さんも今日お誕生日、うん、あ、そうなんや。はい、へー、もう猪木さんもそれこそ猪木さんほどなんかこうイメージが変わらない人もいないかなって思うけどね。ほんまやな、うん、ブレないでしょ。ブレへんし、うん、いつも同じ格好やし、うん、すごいよな。あの赤のマフラーだけでも何本持ってんやろっていうぐらい。ちょっと国会で問題になったやつな。おー、まあだからあのぐらいの世代の人ってやっぱり馬力があるなとは思うよね。うん、すごいな、うん、変わらへんね、ずっと変わんない、本当に接してるな、うん、うん、さあ、それじゃあね、あ、ちょっと待って、あれ、はいはい、アパッチケンさんの画像がね、はい、ネットで下橋くんが検索して出てきたんですけど、はい、なぜか4つ目に村田兆治の写真が似てるけど。めっちゃ似てるやん、村田兆治とアパッチケン。原田くん、はい、ウッキーで喋ってんじゃん。そんな話今どれもよ。よかったら検索してみてください皆さんね。はい、じゃあ今日のテーマいくよ。はい、まあ誕生日つながりで、まあ、先ほど、アントニオ猪木さんという名前も出ましたし、うん、そこで今日はちょっとそちらの方に寄せてみようと思います。そう、今日のテーマはプロレスラーのプロポーズどんなの。ああ、なるほどね。うん、まあ、プロレスラー最近ですと佐々木健介さんなんかがね、うん、まあもうプロレスラーというよりはなんかこう夫婦キャラと言いますか、うん、その枠で非常に北斗晶さんとテレビをね、うん、設計しておりますけれども、うん、
プロレスラーというとなんかこう男臭いというかね、うんうん、マイクとかで言うんかな、あリングの上からハンドマイク持って結婚しろこの野郎みたいな、あそういう感じでね、うんうん、まあなリングの上からそんなんはな、うん、まだプロレスラーっぽくていいかもしれんけどな、来いよ腹だけに来いよみたいなそんなん言うんかな、それやったらまだやけどな、うん、なんか音楽のイベントでな、うん、舞台上突然なんかサプライズプロポーズみたいなするとか最低やからな、うん、いやそれ高だやんそれ、そ前のスタッフの高だやん、ああこの間映像見せられてゲーでしょ、なんか2次会やったから結婚式、うん、まさかの一番端っこの席やったけど、うん、柱で何も見えへんから、うん、びっくりしたけど、ええやん幸せにならはってんから、うん、ね、よかったです。さあ、それじゃあもう一度テーマ、はい、プロレスラーのプロポーズってどんなの、メールはさてアットマーク e-radio.co.jp、 ツイッターは e-radio、 レディオマックスで番組に参加してください。